今日の「買い替え漫画の本棚」は私の方のおすすめ作品としてですねこちらの作品です。うん、コンスタンティノフさんが文絵を手掛けておられる「世界文字の大図鑑謎と秘密」という作品を取り上げたいと思います。うんはい はい、日本語版は、えー、若松典子さんの役で、えー、っとあと青柳正典さ,さんの監修青で2023年10月に西村書店さんから刊行されました、まあ。西村書店さんね、あのー 第26回の開会漫画の本棚で取り上げましたこのね「うん、ジェーンとキツネと私」とかねもあの出されていらっしゃったり、まあ、あとなんかちょっと変わり種で、ねね、イタリアの学習漫画あの漫画で分かるみんなの遺伝子の謎というような作品が出ていたりとかねあのちょっと子ども向けだけれどもなんか面白い漫画作品とかを翻訳されていらっしゃったりもするんですけれども、えー、今回の作品ですねこのの作者の えー、ビタリ・コンスタンティノブさんという方は、ウクライナ出身の、えー、作家さん、漫画、はい、家さんでイラストレーターでっていうような感じで、まあいろいろね、マルチにごあの活躍されていらっしゃる方なんですけれども、現在はドイツに在住されていらっしゃる方という感じでございます。で、あのー、漫画作品であったり、絵本であったり、 そして、まあ、子供向けのものから大人向けのものまで、そしてフィクションからノンフィクションまでとかなりね、多彩な作品を書いておられる作家さんで、しかもなんか世界35カ国でこの方の作品が出版されているということで、うん、あの、なんか、ホームページがね、ありましてね、この方のね、作家さんの。 なんかその中で、まあ、いろんな作品を紹介されてるんですけど、それを見ていたら、もう本当にあのいろんな国の言葉で、まあ、それこそ中国語であったり、韓国語であったりみたいな、そういったところのね、あのこところにもなんか出版されておられるような、えー、本当になんか世界グローバルに活躍されていらっしゃる作家さんみたいです。で、今回取り上げます、こちらの世界文字の大図鑑という作品は、 2019年にドイツのヒルデスハイムという出版社さんから刊行された作品になるそうです。うんうん、で、えっ、ー、と、台湾のオープンブック有料図書賞を受賞、うん、そしてドイツの最も美しい本賞、そして児童文学賞など、まあ、様々な賞にノミネートされている。 という、もうかなり評価の高い作品で、うんえー、ドイツ語の他、英語、スペイン語、イタリア語、韓国語、フランス語、中国語などなど世界11カ国で刊行されているという、<laughs> まあそういったような作品になります。 で、まあ、この作品、オリジナル版にはですね、あの、副題がついてまして、そこには、くさび型文字から絵文字までというような、うん、あの、タイトルがね、サブタイトルがついているんですけれども、もうこのね、えー、タイトル通り、本当文字の大図鑑というか、も、ま、う、あ、世界中の文字が書かれて、あのー、紹介されている、まあ、ちょっと絵本っぽい感じなんですけれどもね、あのー、まあ、中は小回りをされているような漫画という形になっております。 まあただ、あのー、いわゆるストーリー漫画みたいに、なんかこう、主人公のね、あの、キャラクターがいて、ストーリーがあってみたいな、まあそういうようなもの、あのー、作品というわけではなくって、もう本当にですね、あのー、もう本当にいろんな国の、うん、何カ国な、どのぐらいのね、数のやつが紹介されているのか、私も数えられないぐらいなんですけれども、えー、もう世界中の言葉、文字が、 紹介されている作品になってます。うん、で、まあ、あのーこ、この文字というのが、まあ、約5,500年前に発明されて、まあ、これ諸説あるらしいんですけれども、うん、そして、あのー、その5,500年前に発明された文字が、 で、今やコンピューターでは15万もの文字が表示されるようになったという、この現代に至るまでの、こう、様々な文字の歴史、まあ、世界でどのように文字が生み出されたのか、そしてその公案者はどのような人だったのかというような、まあ、文字の歴史が、 描かれているというような、えー、そういったような作品になっているんですけれども、まあ、現役でまあ使われている文字はもちろんのことをすでに 滅んでしまったというか、使われなくなってしまったような、えー、そういったような文明の文字も、あのー、そして、この絵文字までっていうね、副題がありましたけれども、そういったようなね、えー、絵文字であるだとか、まあ、それだけじゃなくって、まあ、フィクションの作品の中に、架空の物語の中に登場するような文字までと、もう本当にありとあらゆる文字が網羅されている、えー、作品になっております。うん、で まあ、正直にね、私、これ、この作品、あのー、原さんが、多分、あの、海外漫画ラジオの方でね、うん、こんな作品があるよって紹介してくださって、で、それで私、初めて知って、 で読んだんですけれども、まあ、読み始める前はこのね「あの世界文字の大図鑑」で書いてある通りにまあまあいろんな国の文字が紹介されているんだろうなで、うん、まあ何て言うの子どもたちのこう知的好奇心を満たすような、まあ、そういった類のね、うん、あの作品なんだろうなって思って読み始めて、まあ、確かになんかうんうんそ,そんな感じだよねなんかこうね、あのー、石器時代のそれこそあの学校での 習ったようなもう楔形文字とか小形文字とかから始まってで今もうメジャーに使われているまラテン文字であったりだとか、まあ、もちろん日本語のね、まあ、漢字であったりキラがナカタカナみたいなのももちろん出てくるんですけれどもなんかもうそれだけじゃなくてもうこんな文字があった のかみたいな、すごい、こう、全然知らなかった文字とかもいっぱい書かれていて、その、なんて言うんですかね、文字それぞれのドラマがあるな、みたいなところに、<ー>すごく、こう、面白いなと思いまして、まあ、今回ちょっとこう、いわゆるもう漫画チェックな漫画ではないんですけれども、今回取り上げさせていただくことにしました。<laughs> はい、っていう感じなんですけれども、原さん、いかがお読みになられましたでしょうか はい。まあ、えっと、ね、これ西村書店さんって絵本とかを多く出されてるところで、その中でいくつかコマがある漫画みたいなものも出てるっていう感じですよね、はい、海外のものでね。はい、まあ、絵本っていうふうに言われても、あ、そうかっていう感じでもあるし、で、えっと、見てみると、こんなふうにコマがまあ割られてるんですよね。はい、そうですね。そういう意味で言うと、漫画っていうふうに言ってもいいのかもしれないし、うんうん で、はい、この辺はね、結構曖昧な領域っていうか、あの、そういう、なんで、はい、あの、こういう、まあまあ、まあ、ま、これを漫画と呼んでも、で全然いいのかなっていう気はする。まあ、ただ、基本的には、えっと、見開き、一見開きで話が完結するっていうかね、一つのエピソードになってるっていう感じで、そ,でね、その、 一見開きも細かく分割されてっていう感じでエピソードがいろいろ羅列されていくっていう感じではありますよね。だからストーリーものとかそういうことでは全くない。ただあの読んでて面白いなって思うのはさっき森崎さんも言ったようにねいろんなドラマがあるっていうかあのたった一コマとか二コマでもそこを、はい、実はその向こう側にいろんな話があるっていうことが想像できるようになっていて。はい そこはすごく面白い。やっぱりこれを書くためには相当ね。うん、相当な知識を積み重ねなきゃいけなくて、うん、いろんな本を読むとか。いや本当そうですよね。<laughs> すっごい情報量なんですよね。<や>これ凄まじい情報量ですけどね。<laughs> はいはい。なので、そういう意味ではあのすごく面白いかなって。思う。うん ただこれ子供が言ってどれだけ面白いのか正直よくわからないけれど、あの、すごく知的好奇心がある子とかだったらね、えっと、面白がるかもしれない。はい、やっぱちょっと情報中心っていう感じではあるかな。で、逆に大人が面白いかもなっていう気がしますかね、うん。いや、本当そうなんですよね。これ、うん、あの、まあ、 多分、これね、絵本コーナーとかに置かれて、まあ、子供さん向けみたいな感じで、<laughs> あのー、なんか展開されるとは思うんですけれども、うん、これ、逆に大人読む方が絶対面白い気がしますよね。まあ、子供さんも楽しめると思うんですけれども。 そうですよね。言語っていうものをちょっと客観的に考えられるようになってからの方が面白いかなっていう気がする。で、えっと、面白さ、本当にいろんなタイプの面白さがあって、えっと、今の今の話とか、それこそ絵文字の話とか、まあ、割とね、あの、今の今の話だし、その日本人が考案してで、それが世界に広まって、今や世界中で使われるようになったじゃないですか。そうですね。割と最近だよね。体感としてやっぱり SNS がめっちゃ大きいと思うんだけどあそうですね,そうですね,ねメールがあってそれから SNS があるっていうことがすごく大きいから2000年以降、うん、さらに2010年以降っていう感じがしますけどそういうすごく新しい現象とかも触れられてるしそれからあと えっと、すごく古い言語、えー、っと、なくなった言語も、今も続いている言語も、うん、えっと、そういったものも、うん、えっと、いろいろ書かれてるんで、だからそういったいろんな種類の面白さがあるよなっていうところはあります。で、はい、言語についてのうんちくが本当に楽しいので、いろいろあるけどね、あの、その面白い部分って。 例えば、絵文字のところめっちゃ面白かったんですけど、あの、これユニコードっていうのがあってね、あの、ユニコードコンシューソーシアムっていうのが存在していて、そこが、 えっと、その、すべての言語を、えっと、なんていうの番人が使えるようにするっていうか、インターネット上で使えるようにするっていうかね、パソコンとかを使って、はい、そういうようなことをやってる。そのおかげで、えっと、もう、なんならくさび型文字とかもね、あの、パソコンとかで打てるようにやってるって、ね、すごいですよね。最高だなって思いますけど、<laughs> まあそういうのがあって、はい、で、そこがね、言語の登録、その、言語の登録とかをやっていく中でさ、枯れてることだけど、2017年にね、 絵文字の登録をするときにさ、はい、そのユニコードコンソーシアムが悲しい顔をしたうんちマークの絵文字は採用できないっていその却下をしたっていう話があって。ねその、なんか、その基準って一体どこなんだみたいなところがね <laughs> <laughs> あ。これはね、ちょっといいよね。悲しい顔をしたうんちっていうのはちょっとトゥーマッチだったんでしょうね <laughs>。<laughs> <laughs> <laughs> まあでも時代によって変わりそうだからその後もしかしたら続わったりするのかもしれないしね, <laughs> ね。かもしれないですよね <laughs>。はい。まあ、ちょっとそういうところ面白かったなと思ったし、それからあと僕フランス語の翻訳をしてるんで、やっぱり ラテン文字、えっ、ー、と、アルファベットはすごく身近なものとしてあるんですけれども、それもさな、なんとなく知ってたこともあったけど、全然知らなかったこととして、まあ、これはだから僕の勉強が足りないっていう話なんだけどさ、ラテン文字の U と J ね、うんうん、U と J は16世紀になって加わったって書かれてて。 そうそう結構新しいというかね。知らなかった、なんか初めからあったのかと思ったら、意外に付け加えられるんですね。ねでさらに W はさらにその後付け加わってるとか、で U と V がね、同じっていうのは、はいはい、なんか僕、知ってたっていうかさ、昔教わって知ったんだけど、どうだったんだみたいな、そういう発見とかも全然あったりとかね。<laughs> はい しますよね。まあそういうレベルの発見はいっぱいあるかな。ありますよね。ラテン文字もね、やっぱりあのラテン文字を使っている国っていうのはすごくたくさん世界中にあって、うん、で、あのー、それをあの 独自にその言語独自の特殊文字みたいなものが、そのラテン文字をベースに作られていて、なんかその数がものすごい数実はあるよみたいなところとかがね、<laughs> なんか並べて書かれていると、なんか A だけでもこんなにあるのかみたいなね、<laughs> そういうのはすごい面白いんですよね。そうね。まあ、やっぱ文字ってそのものがすごく魅力的に見えるじゃないですか。とりわけ読めない文字ってね。うんうん、だからそういうポ、はい、フ,フェティッチュなっていうかね、 オブジェとしてのなんかこう魅力みたいなところもあったりするから、その楽しみもあるよなって思うな。で、やっぱさ、これ歴史的なこととかも書かれてるわけで、それを見ると本当面白いなって思うんだけど、そのアルファベットっていうか、そのラテ文字とかフェニキア文字とかね、そのあたりの影響はすごい強いとか、で、フェニキア人とかがさ、地中海で、えっと、いろんなところをこう船で、 そういうようなことで言葉が広がっていくみたいな、そういうのがあるわけじゃないですか。そういう言葉の広がり方がまずあったんだけど、途中からさ、やっぱり聖書っていうのが出てくるわけですよね、<あ>キリスト教が、うん。はい、そうですね。ねうん、で、そのキリスト教の教えを、えっと、伝えるために、うん、宣教師たちが、まあ、 まあ、宣教師って言うと、やっぱもうちょっと後の時代っていう感じがするけど、日本にもやってきたさ、あの15、15、はい、世紀とかそういうようなイメージがあるけど、<laughs> まあ、その前からずっといろんな不況の歴史があって、その中で言葉がどんどん広がっていくっていうのが、この本読んでるとすげえ垣間見えて、いや、本当にそうなんですよ。す <laughs> もう至るところに宣教師出てくるんですよね <laughs>。そ,そ,そうそうそう、そうカナダとかさ。<laughs> そうなんですよ。で、そこでもういかにどういうふうに、こう、その教えをみんなに伝えていくのかっていうところで、文字が大事だよねっていう話がね、すごくいろんなところで出てきて、で、なんかそれをきっかけに文字が生まれたみたいな、そういう話とかもね、うん、すごくたくさんあって、それすごく面白いんですよね。えー めっちゃ面白い、ね、で一方でさ、やっぱそういうような、あのだこれもすげえ本当面白いと思うんだよな、時代によって変わるわけですよね。フェニキア時代とかは、はい、特にそういった教えとかではなかったんだろうけれども、はい、あのこういう貿易をするために。 はい、そういった言葉が広がっていくっていうことがあって、で、せえっ、ー、と、キリスト教が力を持っていくと、やっぱりその不況のために、あっちになるじゃないで、その後さ、もう18世紀と、17世紀とか8世紀とかになってくると、そういうこともあるんだろうけれど、はい、えっと、植民地にしてさ、 えっと、資本主義のためっていうかね、いろいろ文句を出すためにそういうことはやっていくわけじゃないですか、アフリカとか。えっと、人間を売るみたいなそういうこともやっていったりするわけでしょ。で、だからその編成も面白いし、で、アフリカってやっぱりね、あのなんかこう、欧米の列強、アメリカは違うのか、ヨーロッパの列強によって結構植民地化されていく中で、やっぱりラテン文字が普及していって、 英語圏のところもあれば、それからフランス語圏、この2つがメインなのかな、他にもあるのかな、イタリアとかドイツとかもあったと思うけど、そういう感じで広まっていくじゃないですか。で、なんかこう、さらっと書かれてたのがさ、たまになんかこう、そこに描かれたね、人物がなんか言ってたりするんですけど、なんだっかな、そうそうそう、アフリカのところで書かれてるのが、植民地支配国によって、アルファベットの1つであるラテン文字がアフリカに持ち込まれたが、 我々国の言語に全く合ってないって書かれて。<laughs> いや、<laughs> ほんとそうなんですよね。ねだって、これ、この作品読んでたら、あの、うん、やっぱその言葉と、やっぱ発音と言葉っていうのがどんだけ重,重要に密接に関わっていることかっていうのが、もう書かれていて、そ,<う>ね、<laughs> その発音を表現するためにこんな文字を生み出したみたいなね。そういうのがね、こう、至る所に出てくるから、 まあそりゃやっぱり独自で作っていかないと表現できないよなっていうできないよね,なんかねやっぱさ,っぱさアフリカ人の名前とかも全然発音できないじゃないですか読めてもできないですそれこそねフランスとかだとさあのーうん ムバッペとかエンバペって言われるね。あの、今、パリ・サンジェルマンにいるすごい、うん、あの、素晴らしい選手がいるんですけど、この人の発音どういうのか問題っていうのずっとあって。はい、あーいやー、難しいですよね。特になんか、んかやっぱ、日本語って結構平坦なね、発音しかしないので、ボーンとかも、部音とかもすごい少ないですしね。うんうん、<laughs> なんか、だから、やっぱ、 その独自のね、言葉が、しかもなんかそういう、こう植民地支配から、やっぱ自分、自分たちの言葉を生み出していく、その支配への抵抗みたいな、なんかそういう部分もあって文字を生み出していっているっていうのが、結構もうつい最近まで20世紀とかも全然、あの、新しい文字が生み出されているみたいなことが書かれていて、 これね、本当に、この作品、本当なんかその一つの文字に関して一コマ、二コマぐらいしか紹介されていないんだけれども、そ,<う>ね、<laughs> その、その背景に、これはもうちょっとなんか大河ドラマにしてもいいんじゃないかっていうぐらいの一つの文字のドラマが入っているんですよ。これがやっぱすごい面白い。ね いやだからさなんかこう昔世界史とかでさ民族自決とかさ、うん、そういうこと並びましたけどそのナショナリズムの紅葉とかさやっぱそういうこととかとすごく結びついてるっていうかさんか言語でそういうの見れるのは本当に楽しいですよねやっぱ変なプレイヤーがやっぱ世界中にいっぱいいてなんか東南アジアかなんかのなんとかっていう国 言葉もね、なんか多分スペイン語系の人かなんかが作ったみたいなのがなんか出てたけどなちょっと名前忘れちゃったけど、はい、これみがねこ,うこれがね,ねいろんな,なんか国のしかも本んと何かそ先住民族とかそういう少数民族とかの言葉までう本、ん、当にこうたくさん載ってるじゃないですか。 人々がいいるんだっってて初めて知たたみたいな<う>、ね、<laughs> 何,々何々族、何々族みたいな人がすっごいいっぱい出てきて、まあそれこそあの、アフリカも本当にすごいですけれども、アジアもやっぱりすごくって、本当なんかあの、この、えっ、ー、と、インドのところでね、このアディ、アディバシという、これ先住民という、 えー、意味らしいんですけれども、うん、そのアディバシを名乗るインドの少数民族の言葉っていうことでもうなんかものすごい細かく分かれていて、うん、いろんな あの、しかも文字がね、あのー、もう全然こう結構独立した、なんか一つはすっごい丸っこい文字があるかと思ったらめっちゃカクカクした文字があるみたいな、なんかすごい近いけれども全然違う文字に、<laughs> あの、で書かれているみたいなね。なんかそういうのもすごい面白いですね。めっちゃ面白いですよね。で、なんかこうね、あの、なんだっけ、5500年前からあるって言ったっけああ<ー>、そ,<の>そうですね。 はい、書くっていうことの歴史がそこから始まったみたいな話で,であのちょいちょいそういうなんていうかいろんな情報も入ってくんだけど世界には7000以上の言語があるとかさ一番最後にちょっと文章で専門家が書いてるけど7168の言語があるとかこのまじ言語の量ですけど、はい、でも文字の体系としては292しかないって書いてある。うんうんうん 二百九十二とかって言われると結構覚えられるのかとかって思ったりもするけど、でも言ってみるともうとてもそんな気がなくなるというか、はい。そんな気がなくなりますよね。<laughs> いや、本当にそうなんですよ。うん、なんか、 ま、それこそなんかに、日本、日本で、その、ひらがなとか、カタカナとかって、50音もあって、結構、なんだ、ラテン文字で比べたらすごい文字数が多いから、あの、日本語って大変だよねってすごい思ったんですけれども、いや、なんか、この、この本を見ると、いや、もっと大変な文字山ほどあるな、と思って。<laughs> なんか、それこそ、あの、文章の初めにあるの、ま、真ん中にあるのと、最後にあるので、文字の形が変わるとか、ん <laughs> こんなことになってたら、なかなか大変だよねっていう <laughs>。そうね。ですよね、これね。ねなんか、なんだっけか、ちょっと言い方忘れちゃったけど、あの、母音がさ、子音と結びついたときに、その文字の形が変わるみたいなのがあって、うん はい,は,いは,いはい、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 ちょっと大変そうだよねで。ですよね。これはあのなんかねお。覚えられないぞ。みたいなのがすごいたくさんあって、えーえー、あの俺、ー、は文字の世界は広いなってすごく思いました。そうね。ま1、あ、一つ一つやっていくの？本当大変だけどね。でもまあなんかこうこう,こういう風にちょっと俯瞰。うん させててくれるものがあってでちょっと気になったものについてねざくっとなんか勉強するとかそういうこととかもまあもしかしたらできるかもな。ああそうですね。これを読むとやっぱなんかさらにもっと深く知りたくなる、うん、なりますよね。そうですねやっぱりね。うん、ああごめんなさい。そしてだから体系があるっていうのが分かる。体系っていうかさなんかこう系統がある。ここにこういうマップみたいなのが書かれてるけどね。 ラテン文字の系統とかもあったりとかさ、なんかこう、インド系の系統があったりとか、あの、キリル文字の系統があったりとか、なんか、あとアラビアとかもそうだけど、なんかそういうのがわかるとまた、そうですね。いきなり言語やるとちょっとさ、なんかあまりに広大な世界で迷ってしまう感じがあるけれど、<laughs> 上から一回流されると、いいよなっていうところはあるかな。そうですね。 で、あの、ほんとなんかね、ちょっとした雑学みたいなトリビアみたいなのがすごい面白いんですけれども。うん、面白い。 あの、例えば、えっ、ー、と、ルーン文字のところで書かれていたのが、はいはい、実は少なくとも、あの、君たち、えっ、ー、と、君たちも、あの、よく知っているルーン文字があるみたいなところで、うん、実は、あの、ブルートゥースのロゴがルーン文字だったっていう。ええ。あめて知りました。びっくりしました。本 <laughs> 当ですよね。すごい短いジャンブルトゥースの。まあ、で、書けるかって言われたら書けないんだけど、パレ <laughs> う,うん。そうそうそう,そう。なんか書けないけれど、見たらわかるみたいなで。<laughs> <laughs> <laughs> 実はこれがブルー文字だったみたいな <laughs>。なんかそういうのとか。 あと、なんかね、個人的に、あの、面白かった雑学みたいなところで言うと、うん、ハングルのところなんですけれどもはい、はいで、ハングルもね、なんか一度ちょっと勉強しようと思って、うん、まあ比較的ハングルって簡単って言われるじゃないですか。近いと、そしてよく言われる。そう,そうそうそう。で、なんか覚えやすいよ、みたいなことを言われるんですけれども、私なかなかこう、あの、ハングル途中で挫折した人間なんですけれども、そうそう、ちょっとあの、こう、こんな に覚えられへんと思って覚えられなかったんですけれども、こ,こは、ここのなんか説明で面白かったのが、あの、チーン文字はどの記号も音が出る場所を表しているんだっていう書かれていて、喉とか上顎とか下とか唇とか歯をあの、イメージした形になってるんだよとかっていうふうな説明があって、あ,<ー>あ、なるほど、これはちょっと覚えやすいかも、みたいな。<laughs> ちょっとね、感激しました、このあの説明は <laughs>。 そうなんです、そうなんです、ハングルもね,ねはい、まあ。慣れたら多分ね、すぐあの覚えられるんだとは思うんですけれども、うん、はいこういうようなね、なんかちょっとした雑学がねいっぱい書かれてるんですよね。そうなんですよね、まあ、あとはやっぱ人工文字のところもめっちゃ面白くて、そくて、うんね、実在はしないけど、例えば作品の中とかで出てくる。 文学作とか、やっぱ有名なのがさ、あれですよね。はい、あの、なんかこう、トールキンが、あの、指輪物語のね。指輪物語よね。はい。あの、とか、すごい有名だけど、あと、スタートレックの話とかさ、あの、きましたね。はい、で、やそういうなんかこう、ポップカルチャーで出てきたものって、学者がね、実際その後作るみたいな話が出てきて、うん ああ、はいはいはい。クリンゴン文字っていうやつとか。<laughs> ね本当にすごいですよね。うん、これでもなんか,かっめっちゃかっこいいですよね、このクリンゴン文字。リンゴ文字ね。<laughs> <laughs> なんかこれでこう、なんか暗号の手紙とか書いたらめっちゃかっこよくなりそう。<laughs> でもなんかこの人工文字のところで私はちょっとびっくりして、あの、笑ってしまったのが、はい、なんかあの、フランス人の詐欺師が <laughs> はい、はい、あの、台湾、自分は台湾人だと名乗って、あの、勝手になんかこれが台湾語だみたいな文字を、あの、書いて、こう、詐欺をしたっていう話が書かれていて <laughs>、これちょっとね、あの、めっちゃ笑っちゃいました <laughs>。 それね結構、だから文学とかやってると、はい、あの聞く話で、はいは、本当ですか文学でもね、幻想文学とかが好きだったんですよ。幻想文学っていろいろあるんですけど、ユートピア文学とかユ、まあ、それこそユートピアの話もちょっと出てきましたけれども、はいはい、あの系統の,あのなんかこう、理想の追求とか、そういうなんていうか、架空の国でそこがあの今、人々が生きてるのとは違った世界でみたいなのがいっぱいあるんです。はい でそういうようなものの中の一つとしてその「フォルモサ」っていう言ったかなちょっと正確に覚えてないけどの、はい、そのタイトルはねよくあの出てくるんですよ。そうなんですか。何て言うの儀式<ー>っていうかね偽物のなんかこう歴史みたいな、はい、そういうの。<laughs> へえそうなんですね。んかやっぱあと思い出したのが。 えっとさ、なんだかのこれ、言い方ちょっと覚えてないけど、もう僕、そういうのと,ころところがちょっと離れちゃったからな、あの、普遍言語っていうのを、うん、これ、いつから、10、10、今からあるのかな、うん、あの、なんかこう、それこそ、えっと、なんだ、えっと、あれにも、聖書にも出てくるけどさ、バベルの塔があって、えっと、人間を象徴したために、うんうんうん そのバベルの塔とか作ってねそれを、えっと、神が壊すっていう話ができて人間の話が通じなくしてしまった<あ>みんなバラバラの言語を話すようになったみたいなそれをだから乗り越えるみたいな探求の歴史がずっとあって普遍言語っていうなるほど <laughs>、はい、誰もが使える言語っていうか誰もが分かるような言語の探求みたいな哲学とかの分野でずっとなされてきてるんですけどそうい、ん、う。 と、うん、とかをちょっと思い出ししたなそしてここ今行われているユニコードってやつねあ,ある意味そういうことがまさにあのなされてるっていう感じでうーんすげえなっって本当に思っちゃう,うーいやほ本当にでしかもねやっぱりまだこう現在進行形で増えつつあるというか文字が、ね、発明されて生み出されていくみたいな,なんかそういうこともね こう思わせられるようなところもあって、うん、いや、文字の世界は広いですね。深いですね、本当に。はいはい。いや、なんかさ、<laughs> これはやっぱりちょっと学習漫画的なマン漫画というかそういう作品じゃないですか。 これをだからさ、なんていうか、ストーリー漫画とかでやれたらちょっと面白そうだなとかって思うんだけど、い<や>大変そうなんだけど。ね、すごい、でも読んでみたい。あの、それこそ、あの、<laughs> クレイグ・トップソンがハビビで、アラビア文字を、ちょっとこう、ま、漫画化、漫画化したというか、あ,<ー>あの、そういう作品を生み出して、まあ、あれは、まあね、あの、文字の話っていうか、まあ、それ以外のね、主人公登場人物たちの物語にはなっているんだけど、その中で、まあ、アラビア文字、 とかね、アラビアの文化をものすごく、あの、フューチャーして描いた作品だったんですけれども、これ、これね、ちょっとね、あの、いろんな漫画家さんに読んでもらって、なんか、こう、も,もの漫画作ってほしい人が、ね、すごく思っちゃいますね,ね。こういうのとか面白そうだよね。うん <laughs> ねえ、でも、あの、ほなんかここれや、やっぱすごい面白いのが、その文字の、あの、あの、いろんな文字の、いわゆる、なんか、五十音表みたいなものが、こうね、い、うん、書に載ってて、その文字の形を見てるだけでも、やっぱ面白いんですよね。はい、全然読めないですけど。うん なんか、んかこういうのからすごくこう、ね、インスピレーションを受けて、なんか、他のなんか作家さんがいろんな物語を作ってくださったらすごい面白いだろうなってめっちゃ思ってます。ね。<laughs> うん はい。ということで、えー、これちょっと、あの、なくもイギリギュラーなね、作品ですけれども、はい、あの、めっちゃ面白い作品ですので、うん、えー、よかったら皆さんね、あの、読んでいただけたらと思います。うん、今日の海外漫画の本棚はこのあたりで終わりにしたいと思います。えー、今回取り上げました、世界文字の大図鑑謎と秘密は、書式サモリでもお読みいただけますし、うん、ご購入もいただけます。 お近くにおいでの方はぜひお店にお越しください。で、次回はですね、原さんのおすすめ作品ということで、えー、ジェイソン・リューツの「えー、ベルリン19281933」、こちらの方を取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聴きください。 海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。